皆さんこんにちは、 EAA の高山です。東アジアから新しいリベラルアーツをという理念を掲げる東アジア啓蒙書院 EAA では、何か新しく余白を作れないかということで5月13日よりラジオを始めております。本日で8週目を迎えております。いよいよ7月になりまして、雨風が強くなったり変わりやすい天気が続いていますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。6月を振り返ると EAA では学術フロンティア講義も第11回までが終わり、残すところあと2回になりました。駒場は今学期4月6日から授業が始まって、もうすぐ2ヶ月になります。まだ2ヶ月かという気持ちと、もう何年も経ったような感覚の両方が個人的にはあるのですが、皆さんはいかがでしょうか。それで今日は、4月に新しく着任された特任研究員の田村さんがクイズについての論文を発表されたということで、その話をしたいと思います。メルロポンティ、現象学の哲学者をご専門にされていると伺っていたのですが、どうも田村さんは競技クイズのご経験があるそうです。それで、今回雑誌ユリイカの7月号のクイズの世界という特集に寄稿されていて、関東のクイズ王とは何者なのかという対談の司会も務めておられました。読んでみると、この対談はとりわけ戦後アメリカの文化の影響も受けて発達した日本のテレビ番組の歴史と競技クイズ、高校生や、大学生の大会もある競技クイズの歴史等軸に、どんなクイズが作られるようになったとか、お茶の間と教養主義の関係の変遷だとかをたどっていく熱量の感じられる対談でした。恥ずかしながら自分はクイズ番組をほとんど見たことがなく、クイズなんて聞くと遥か昔に見たショートカッツという映画に出てきた天才クイズ少年のエピソードが最も強いという感じなので、非常に勉強をさせていただきました。で、この特集に田村さんの予感を飼いならす競技クイズの現象学史論という論文が載っています。ちょうど今年の4月に Q 様というクイズ番組の早押しクイズで第1回のというところまで問題文が出た時点で、競技クイズプレイヤーの山本さんという人が、これの答えは第1回ノーベル物理学賞を受賞したレントゲンと回答して正解した。どうしてこんなことが可能なのかがこの論文では考察されています。実際の番組を見ていないのでわからないんですけれども、第1回のだけで答えがわかるっていうことが目の前で起こったら、超能力か魔法みたいだって思う気がいたします。で、それでじゃあどうして彼はレントゲンが答えであるか分かったというと、それは第1回ノーベル賞を受賞した6人の中でクイズをやっていない人でも聞いたことがある一番メジャーな人物が答えになるだろうという番組の出題傾向という問題の外部の情報も経験に基づいて彼は読解して判断をした、そういうことが起こっていたからなのだと論文では考察されていました。そして論文の後半では、問題の内外のコンテクストを用いた駆け引きがある早押しクイズを人工知能が攻略できるかは疑念があるといった議論や、1960年代70年代当時に人工知能で再現されようとしていた人間とは人間の知性が異なっているというドレイファスという哲学者の議論が紹介されていて、そこから早押しクイズのプレイヤーが問題文の途中でも答えが分かりそうだからボタンを押してしまうというその経験は、反省的な知性と直感的な知性とが共存しているものなのだというスリリングな結論が提示されていました。非常に熱量のある特集で、実際のクイズ番組を見てみたいと思いました。で、いろんな記事があったんですが、その中に小山さんという方のコンピューターとクイズの微妙な関係という論考があって、ここでは初期の IBM のコンピューター上で開発された自然言語処理の実装されたベースボールという自動質問応答システムについての解説があって、クイズはチェスと違って出題と回答があって、プレイヤーは回答しかしない、それがコンピューターにとってクイズの回答が困難である理由なのだといったことが書かれていて、非常に勉強になりました。人工知能、アーティフィシャルインテリジェンス、今度 EAA でもテクノロジーをめぐる企画があるようですが、最近非常によくこういった言葉を耳にするように思います。私も全くよく分かっていないので勉強したいと思っているんですが、皆さんはいかがでしょうか。
それでもうほとんど1年前ですけれど、去年の10月の終わりに東京カレッジのシンポジウム、人類とは何かというそういったものを聞いてまいりました。デジタル革命、ゲノム革命と人類社会を考えると副題がついていて、森川先生による IoT インターネットオブスイングス、物のインターネットの活用や、ビッグデータの処理については、結局普及していくにはそれを使う人が変わらないといけないので時間がかかるという話や、濡木先生によるゲノム編集の話、ゲノムの特定の位置をもう自由に切断して編集して血友病だったりの遺伝病を治す、あるいは食品開発をできるようになっているといった話、それから西垣先生による AI は推論できるけれども責任を取れる主体なのか、それからシンギュラリティ仮説を日本で信じている人が欧米だったりの海外に比べて少ないといった話、岡本先生によるインターネットと法律をめぐる歴史を昔の東電、電気を盗むことをめぐる法整備から歴史的にたどっていく話、それから EAA の、中島先生による19世紀末からのスピリチュアリティをめぐる議論の整理と、神や知性に関する議論の変形が AI をめぐる議論になっているのではないかといったお話を聞いてまいりました。でラウンドテーブルでは、車の自動運転で事故が起こった時誰が責任を取るのかという完全に法整備の問題と連動した欧米の議論だったり、あとは制度化された宗教では組み尽くせない人間性のありようを考えるといったさまざまな話題が出ていたんですけれど、その時自分の印象に残ったのは、人間が何かを読むという時に一体本当に読めているってどういうことなんだろうか、意味を理解しているってどういうことなんだろうかっていう話でした。で例えば子どもが教科書を音読する、で文字を読めるようになれば難しい漢字に振り仮名をつければ読めるようになる、そのうち難しい漢字も読めるようになって声に出して、あるいは声に出さなくても読めるようになるけれども、理解するようになる、それはパラフレーズとか要約とかいろいろなやり方である程度測れるとは思うんですが、そういったことが理解できるっていうことができるようになるには、時間がかかる、その時間について考えていました。人が育つには、成長するには、変化するには時間がかかる不思議です。で、それで思い出すのは、さらに半年ほど遡った2019年の3月に、神楽坂で哲学の国分光一郎先生と小林康夫先生の対談を聞いた時のことです。で、その時、1990年代以降の、特にインターネットの普及以後のさまざまな変化のスピード感に対して、思想を選んでいくのではもう間に合わなくなり、定義の難しい態度の方が問われてくるといった話や、脱主体ではもうダメでポストモダンをもう一度シリアスにやるような、そういうことが必要なんじゃないかといったお話があったんですけれど、このトークの最後の方で、やっぱり人間の思考の進歩は早くない、時間がかかる、10年20年平気でかかるっていう話が出て、そういうヒューマンなスピード、耐えることがなくなったらこの国は滅びますって小林先生が言っていたことを思い出しました。なんだか現象学の話から随分飛んでしまいましたが、1年2年考えているだけでは答えが出ないからこそ、考え続けるための契機を作っていうことが大事なのかなと改めて思います。で、現象学といえばですね、ここからはもう完全に雑談なんですけれど、昔学部生の時読書会でフッサールの遺伝を読んでいたことがありました。ノエマノエシスエポケーってえらく感動して、それで遺伝というシールをですね、メンバーの一人が作ってみんなであちこちに貼っていたなんてことがありました。でこの季節になると思い出すんですけれど、当時若かったのでいろいろ勉強会をやっていて、同じ時期に別の勉強会でヘーゲルの美学講義のレジュメを作る担当になっていたんですけれど、これが非常に大変で、なんていうかレジュメにすると目次になるみたいな、そんなことを7月のある日の早朝にやっていたんですけれど、もうまとまらないのでずっと集中してパソコンに向かっていたら、突然当時住んでいたアパートで火災報知器がけたたましくなりまして、って思ったら、自分が朝食用に茹でていたうどんが少し鍋の縁で焦げてしまって、それで煙が出て自分の部屋が原因で、それで火災報知器が鳴っていた、そういうことがありました。それで非常に落ち込んでしまいまして、その時はいろんなことが重なっていた時で、母親に電話をしていて、で話している時に思わず涙が流れてしまったっていうことがあったんですけれど、
その時話しているそのうちに、なんだか電波が遠のいていくような感じがあって、変な電子音が鳴り始めたんですね。ですごく落ち込んでいたのに妙に冷静になって、ああこれ涙で携帯が濡れているせいだって直感的に思って、まあ、これは否定的なものの侵入だと思いますが、ともかくそれでちょっと切るねって言って、それで電話を切ってすぐに電話帳連絡先のバックアップを取ったら、もう次の瞬間に電源が切れて、うんともすんとも言わなくなって、でドコモショップに行って修理をお願いしたら、涙で錆びてしまったので修復できませんと言われたことがありました。ジャック・デリナという哲学者がいて、彼もフッサール研究現象学からキャリアをスタートしている人ですけれど、彼の1980年の絵はがきという書物によると、涙はどうやっても送ることのできない郵送不可能なものらしい、まあ、そう書かれています。だけれどこの場合はテレコミュニケーションを涙が破壊したという、そんなことがありました。ともかくそれで携帯を買い替えなければならなくなったということがありまして、まあ、人工の塩味は作れないというエピソードもあるように、塩は謎に満ちていて涙にも塩分が入っていて、携帯をただの水没させるのとは違って錆びさせてしまうということがありますから、皆さんも疲れている時や忙しい時はどうぞお気をつけください。まあ、今思い出すとただの笑い話なんですけれど、そんなことが昔ありました。まあ、人間いろいろ辛いこととかありますよね。 AI は辛いこととかあるんでしょうか。まあ、虫の時代なので自分だったら AI のバグについて調べてみたいと思います。で話が変わるんですが、少し前の5月に雑誌のペンで井上陽水特集が出ていまして、で私は親がちょうど世代なので、陽水とか松任谷由実とか後から発売された CD が家にあったので、まあ、車に乗ったりするときよくかかっていて馴染みがあって、今も少し聞いたりします。で井上陽水って福岡の人で歯医者さんの息子で、しかし歯学部に入れなくて浪人してたっていうエピソードを、自分も浪人していたので、まあ、当時励みにしていたんですけれど、この先日出たペンに、1973年に発売されたアルバムの歌詞カードの裏に載っていた憂いの年表っていうのが再録されています。で彼は大学受験を3回失敗しているんですけれど、この手書きの年表によると、まあ、2回目の受験失敗の原因がビートルズとかパチンコ、麻雀って書いてあって、1回目もほぼ同じ理由なんですけれど、まあ、3回目は原因が受験慣れになっていました。で読んでいくと、高校入学後の年に夜コンプレックスの数を数えると24個もあったので眠れなくなるといった出来事が書いてあって、まあ、4歳くらいの時からのずっとそんな感じのことが書かれていて、まあ、なんか参考になるのかならないのか分かりませんけれども、まあ、なんか計り知れないものを人々はみんな抱えているんだということを思いました。はい、改めて6月は祝日がなかったので、7月は疲れが出てくる方も多いと思います。夏ですが熱いお湯に浸かったりすると少し体が楽になったりもします。なんとなくもうすぐ実は七夕で星を見る季節なのかなと思うので、唐突ですが今日は最後に宮沢賢治の作曲した星巡りの歌の歌詞を朗読したいと思います。赤い目玉のサソリ、広げたわしの翼、青い目玉の子犬、光の蛇のトグロ、オリオンは高く歌い、梅雨と霜とを落とす、アンドロメダの雲は魚の口の形、大熊の足を北に5つ伸ばしたところ、子熊の額の上は空の巡りの目当て。はい、いつか弾いて歌えたらいいななんて思います。どうして詩を作ったり、夏の夜に星を見たり、線香花火をしたくなったりするんですかね。そんなことを思いながら今日はおしまいです。どうか皆さんお体にお気をつけてお元気でいてください。感想やリクエスト、質問等どうぞお気軽にお送りください。それではまた来週7月8日水曜日にお会いしましょう。 EAA の高山がお送りしました。さようなら。